慈しみのイエスの聖画神の慈しみの手術は、カトリック教会の祝日で、復活祭の翌週の日曜日と定められている。また、この日を、白衣の手術とも呼ぶ、教皇聖ヨハネ・パウロ二世によって2000年に定められた、ザ・オリジナル神の慈しみのイメージ聖ファウスティナの式によって描かれた、ポーランドの哀れみの聖母修道会修道女ファウスティナ・コバルスカは、 ブオロツクの修道院の自室で、1931年の2月22日の夜にイエスが白い衣をまとい、赤と青の光線を彼の心臓の部分から放射している姿を見た。そしてイエスが次のように教えたと書き記している。あなたが見たイメージを見本にして絵を描き、次の言葉を添えなさい。イエスよ、私はあなたに信頼します。 私はこのイメージが尊重され、最初にあなたの教会で、そしてそこを通じて全世界でこのイメージが尊重されることを強く望む。私はこのイメージを尊重する魂は苦しめられることはない、と約束する。ファウスティナは1931年2月22日に神の慈しみのイメージについてイエスは彼女にこのイメージをおごそかに 復活祭の後の最初の日曜日に祝福されることを望む。その日曜日は最初の慈しみの祝日である。と伝えたことを日記に書き記している。ファウスティナはビリニュス修道院で新しく彼女の長在司祭となったミカエル・ソボチコ神父と出会い、彼はこのイメージ画の完成とこの神の慈しみのイメージの普及に全面的に協力し、画家で 大学教授のエウゲニュシカジミロフスキを紹介した。1934年の6月になるとカジミロフスキは、ファウスティナとソボチコ神父の指示をもとにした絵画を完成させた。それがファウスティナが見た唯一の神の慈しみのイメージが出会った。カジミロフスキが描いた絵は、ビルノの精霊教会に安置されている。だが、全世界に伝えられるようになった絵は、 画家のアドルフ・ヒワが描いたものである。神の慈しみのイメージのイエスの顔を、すでに有名なトリノの聖、ムクロノノと重ね合わせてみると、大きな類似点があることがわかる。ファウスティナが書いた日記1935年の19日の聖金曜日によると、イエスが彼女に神の慈しみのイメージが公に数計されることを望んでいることを伝えたとしている。 その一週間後の1935年4月26日、祖母チコ神父はファスティナ三列の下、そのミサで神の慈しみについて最初の説教をした。1935年の4月28日、神の慈しみのイメージ画が飾られている間の最初のミサは復活祭の後の最初の日曜日であった。この日は青年の最後の罪のあがないの儀式が、 教皇ピュース11世によって取り行われた日でもあった。祖母チコ神父はヤウジコスキー大司教の許可を得てドーン教会の入り口に神の慈しみのイメージ画を設置した。教皇ヨハネパウロ2世は2000年からご復活の手術の次の日曜日を神の慈しみの手術と定めた。ありがとうございます。